こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はですね、前々から狙っていた獲物をいよいよ食べちゃおうかなというものでございまして、うまいのは分かってんのよ。こちらなんですけどもね、はい、ローソンさんで買いましたのどぐろたれ焼きというおにぎりでございまして、1個税込み215円。いや、だとしたらね、100円のやつ2個買う方がいいじゃないのって思うじゃないですか。そういう気持ちもありながらも、1個200円超えてくるおにぎり、どういうことなのと。で、このパッケージだけ見るともうおにぎりじゃなくてのどぐろたれ焼きオンリーですからね。うっかりこういうイラストになってますけれども、ちょっと開けていきましょう。ちなみにちゃんとこれ除菌で拭いておりますっていうのだけお伝えしておきます。ペロンと、はい、いきまして、でもうね、いきなりお皿に乗せちゃいましょう。はい、こう見るともう何の変哲もない普通の海苔巻きおむすび、昔話に出てくるやつですが、中にのどぐろという希少なお魚ですよねが入っているということで、じゃあちょっと今日はお箸でちょっと、よいしょよいしょ、ここから割っちゃっていいのかどうかっていう入り方わかんないからさ、のどぐろさんがどんな感じで入ってんの。あ、おーおおおおお、ちょっと待って、わかるわかる、すげー入った、すっげー入ってる、油が乗ってそうなのどぐろがめっちゃ、あ、こんなにがっちり、あ、そうなのね。200円超えてもじゃあ許しましょう。これは思った以上のはみ出し物、これ素敵だと思いました。ボリューム、いただきます。ちょっと待って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 、いいね。じゃあこっからいただきますね。うん、美味しい。ちょっと思った以上に頬張ってしまって、口の中のご飯量にびっくりしたんですけども、そもそもこれね、ご飯も美味しいよね。さては、結構ぎっしり詰まったご飯の中に油の乗った旨味がじゅわっとくる感じでございまして、これは素晴らしい。ただ今の一口でほぼ100円くらいいったのかなって思うと、それはそれで切なさも消せやしない。で、僕が一番期待していた部分っていうのがね、このお魚自体の弾力みたいな食感も味わえるのかっていうことなんですけども、それもね、実はちゃんとちょっとですけども味わえました。はい、で、塩気がほのかな感じも自分の中では高評価でございまして、結局さ、おにぎりの中のお魚をめっちゃしょっぱくしてしまったら、それそれで好きな人いるかもしれないんですけども、素材の良さを消した上に、これだったら他のね、鮭おにぎりとあんま変わんなくなっちゃうじゃんみたいなことになりかねなかったりするんですけども、これはちゃんとのどぐろ本来の良さっていうのが感じられる味付けでございまして、別に私鮭おにぎりのことを悪く言ってるわけではございません。鮭も大好きですから、もちろんです。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで、やっぱローソンさんのおにぎりですね、思った以上にこれね、ギュッギュッてしてんのか分かりませんけれども、口の中に入るとめちゃくちゃ広がる感じ、ご飯がほどけて広がっていく感じで、結構びっくりするのでお気をつけくださいませ。で、今日も一応コメント欄に触れていこうのコーナーをやっていきましょうか。まずはですね、スマイルアートさんからのコメントで、ハジさん、んちゃ、あられちゃん世代の方ですかね、もしかして。西成ハウス教えてもらってありがとうございます。めちゃくちゃ面白いので、ハイジさんの動画は見なくていいかなって密かに思ってます。てへじゃないよ、見てくれ。昨日の動画かなで、お伝えしたというかね、紹介しました西成ハウス元ハローバイバイさん、元銀奈さんの、かなりさんのチャンネルがめちゃくちゃ面白いからね、このね、自粛期間中を利用して1話からもう見てくださいと、すげえいいよと。で、西成のボロ屋に移住した金成さんがちょっとずつそのね、 DIY でその家をきれいにしていくっていう様子が見れるドキュメントの要素もある、めちゃくちゃいいチャンネルなんですけれども、紹介しなきゃよかったよ、こんなこと言われるなら。見て、僕もね、一緒にセットで見てね、1年先輩の金成さん、そのセット
NSC セットで見てください。よろしくお願いします。しげわたさんからのコメントで、ハイジーさんの動画編集ソフトは何ですか？あ、これはですね、僕はですね、編集ソフトの方は今プレミアプロっていう編集ソフトでやってまして、それ去年からなんですよ。で、それまではプレミアエレメンツっていう廉価版のソフトで、1万円もしないソフトだと思います。それパソコンに入れて使うやつで、実際それでこと足りるじゃんって思いながら編集してたんですけれども、プロに変えた時にパソコンも変えちゃったから判断がねつかないんですけども、書き出し時間はね異常に早くなりました。それまでのパソコンはさ、1本の動画の編集してから書き出す作業がもうね30分40分かかったのよ。だから例えば19時に動画をアップしますってなった時は、もうまあ17時くらいまでには動画完成してないと結構不安。17時に動画の編集が終わって、そこから40分くらいで、17時40分くらいまでに書き出しが終わって、そこからアップロードの作業なんかもあるのでっていうことだったんですけど、今はもうね5分くらいあれば書き出しが終わるという、プロになってから。ただ MacBook もプロになってるから、結局何がどう良くなったのかが分かんないんですけども、でプレミアプロになったらさ、エフェクトとかも種類が増えて細かい編集ができるよと、いろんないいことがあるよみたいに、思って、最初にプレミアプロに変えた頃はそれを楽しんでたんですよ。テロップもすごく入れやすくなったとかさ、なんかそういうことを考えてたんですけれども、結局やんなくなるからさ、今別にプレミアエレメンツに戻ったところで動画のクオリティは多分全く変わんない。やってることは全く一緒だと思いますので、結局何でもいいんですよね。でんおでんさんからのコメントで、ハイジーさんこんばんは。ハイジーさんがカーディガンを選ぶ時のポイントは何ですかとおっしゃってますが、本当にこれ素朴な質問とかね、質問コーナーやっとなんか始まったなっていう感じしますよね。本当こういう素朴なコーナー、これまでちょっとぶっ飛んだの多かったイメージもあるんですけども、カーディガン確かに僕大好き。なぜなら寒がりだから、夏場とかさ、ちょっと打ち合わせで事務所来てくださいとかさ、ちょっと喫茶店入って作業しようかなとかいう時に、どこ行っても寒いのっていうのもあって、カーディガン必須。カーディガンとシャカシャカ、僕の選ぶポイントはかさばんない、だから常に持ち歩きたいからかさばんないカーディガンっていうことで、割ともう生地はね薄いめですね、僕が持ってるのは。ベーマーさんからのコメントで、箸のギザギザは滑り止めだと思います。あ、これそう、このコメントも結構多かったんですけども、使ってる箸のね、先っちょがギザギザになってると、でこれが菜箸なんじゃないの、なんで菜箸でいつも食べてんのっていうコメントがね、実はね結構これまでもあったんですよ。割と多くの方は、いやそれ別に箸ですよ、菜箸と箸の違いは長さの違いだからこれは箸ですよとかっていうのもありましたし、私もそういうの使ってますよっていう箸としてっていうのがあったので、これが別に特殊なもんじゃなくて、割とまあ別にありふれたものなのかなっていうのも初めて知ることができました。コメントいろいろありがとうございます。そんでサッカーのリフティングに関しましてはですね、これ実は僕ですね、よくて20回くらいしかできないかもしれない、サッカーやってたくせに。まあ、だから僕の小学校のチームももちろんね、最初みんな集まって柔軟体操やった後にリフティングの時間っていうのがあるんですよ。で結構ちゃんとしてるサッカーチームだったから、じゃあ今からは普通のリフティングと、で今からはインサイドだけのリフティングで、今からはアウトサイドだけ、今から頭だけみたいなので、もうずっとリフティングの時間も結構みっちりあるんですね。っていう中で僕がね、下手だったな、なんか下手だった。でやっぱ上手い子なんかはさ、その日の例えば練習時間が3時間だとすんじゃん。そしたら、練習に来て一番最初の方のリフティングの練習があるんですけども、その時にボールがさ下に落ちないから、じゃあお前はもう落ちるまでやっときなってコーチにも言われて、結局3時間その練習中リフティングだけで終わっちゃう子とかもいたくらい、それだから7000回くらいやってる、今日は7000回だったとかいうことも言ったりとかしてて、どういう数なのリフティング7000回とか、もう永久に落ちないんだから。自分から終わろうって思わない限りは終わんないんですけれども、そういう子たちっていうのはね。で僕はリフティングはだからまあ下手よ、でもずっとね言ってもいいポジションでやらせてもらってたんですよ。僕がその時に勝手に自分の中で解釈して思ってたのは、リフティングができるできないまあ関係ないと、リフティングが上手い人っていうのは僕の中で結局その時は体育のサッカーの時間とかに素人相手に無双できるタイプ
ていう風なイメージがあって、実際サッカーをやってる者同士の対決になるとリフティングが上手いかどうかってあんま関係ないじゃんっていう風に思ってたのよ。でも今思えばちゃんとそういうのもやっときゃよかったなっていう風に思います。基礎って大事だよね。この年になってさ、サッカーやってたんでしょ、リフティングちょっとやってみてよとか言われた時に、え、できないじゃんって、やってなかったじゃん絶対ってなっちゃうからちゃんと練習していけばよかったなっていうのは思ってます。